モンキーパンチ本名加藤和彦さんは1937年に浜中町で生まれアニメ化された漫画「ルパン三世」で人気を集めましたアニメ制作会社によると加藤さんは今月11日肺炎のため亡くなったということです81歳でした加藤さんは JR 花咲線でルパン三世のラッピングトレインの運行に協力するなどふるさとの地域おこしにも一役買っていました これまで,です、ね、浜中町に対してです、ね、大きな力をです、ね、借りてきて、今、町づくりも含めてです、ね、やってきたというふうに思っているところであります、本当にショックであります。はい、葬儀は近親者のみで済ませ、後日、忍ぶ会も予定されているほか、浜中町も貴重台を設けることにしています。